エチルエチルケトンはケトンに分類される有機溶媒の一種。i u p a c 命名法ではニブタノンと表される。消防法による危険物に指定されている。インカ火点摂取9度、沸点摂取79.5度、発火点摂取404度。無色の液体で得意な匂いがある。水にわずかに溶けるが、水との混合物は均一な外観を維持しない。 塗料溶剤や合成樹脂の原料となる。毒物及び劇物取り締り法により、劇物に指定されている。部点に水を吹かして得られるニブタノールを原料に、同和炎色梅を用いて、脱水素することで生産される。メチルエチルケトンの2016年度日本国内生産量は235,436トンで、ある。メチルエチルケトンで、輸送事故が生じた場合は、 厚生労働省の通知、毒物及び、劇物の事故時における、応急措置に関する基準に従う必要がある。例えば、応急措置として、以下のような作業を進めている。漏洩した液が少量の場合は、土砂等に吸収させて空容器に回収する。多量の場合は、土砂等でその流れを石止め液の表面をあで、多いできるだけ空容器に回収する。 ハット ABCD ニアアッシュポケットガイド2ケミカルハザーズ 0069AB ニブタノン生活や健康に直接的な危険性があるアメリカ国立労働安全衛生研究所2021年9月20日閲覧メチルエチルケトン丸全石油化学毒物及び劇物指定例 E 株法令検索総務省行政管理局 2019年12月12日閲覧。毒物及び劇物指定例。第2条98-12。触媒工業協会石油化学。製品製造用触媒から脱水素触媒。2012年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月25日閲覧。経済産業省。生産動態統計年報科学工業統計編。 ありがとうございます。